後ろから吉田真理子、お先輩ペアが奇襲攻撃、セカンドロープを使ったが、あこれは許さない。さあそしておお、いきなり前川久美子も吹っ飛んだ。あーコーンさん、これは先輩チームの方が何か奇襲攻撃ですね。あー飛んだ、狙ってますね完全に。あーそうですね、やはりこの辺りは初防衛戦、まだこの辺り硬くなっているところを一気に攻め込もうという井上貴子、吉田麻里子、先輩チームの急攻撃であります。ゆっくりとリング下で立ち上がりました現チャンピオン渡辺智子。新しい時代を築き始めた新時代の旗手渡辺智子と前川久美子、せっかく新しい時代が到来という形になったのにここで負けるわけにはいかないと試合前に語りました渡辺智子。ベルトを見つめている若い子のためにも絶対に勝つ、こんな風に言っています。ラリアット来たぞ、渡辺のラリアット。後半に阿部もされたらムカつきますね。うわっと、そして今度は容赦ないキック。コンさん、あの先輩後輩はこのプロレスのリングには全くないと言われますけども、DDT。しかしあのこうやって見てますと本当に情け容赦のないリングですよね。まあ世の中にブレイクはないですから、基本的にはね。基本的には関係ないですね。それでかなり失敗してる方もいらっしゃる。芸能界にもいます、ね。失敗失敗してるやつ。いやまさに弱肉強食という、とにかく弱くなったものはこのリングを去るしかありません、プロレスの世界。あかかと落としは外してバックドロップ、カウントは2つ。最初の1本目はどちらが取るか。さあ吉田麻里子が、これはニューコスチュームということになりますね。吉田麻里子ちょっとキューティーハニーを意識したということも聞いておりますが、吉田麻里子周りが何か言っているだけかもしれませんけれども、どうもそういった感じのコスチュームになっておりますが、さあ渡辺がなんかガチャピンムックみたいな、ずいぶん落差がありますねそれは。さあそのガチャピンムックがセカンドロープまで登ったところでありますが落とされた。さあどちらかというと、ガチャピン対決と言えばいいでしょうか。さあトップロープから飛んだ、吉田麻里子が早くも宙を舞っています。さあそしておお今度は井上貴子、井上貴子がトップロープにとって、さあダブルの攻撃、そのまま突き落とした。さあそしてそのままフォールに入る、決まるのか、おっとカウント2つ。おおいきなり1本目、あっという間に決着がつくのかというような展開になりました。ゆっくりとなだれ式の体勢に入ろうというところ、なだれ式のブレンバスターが、おーそのまま DDT、 なだれ式の DDT だ。そしてそのままフォール、前川捕まった、カウント2つ。右肩を放げます前川久美子。やっぱり宮本さん、この1本目チャンピオンチームは何としても取りたいですよね。そうですね、やっぱり先手取られますとね、カウント2つ。キャリア的にそうですよね、そういう経験があんまりないですからね。井上貴子、吉田麻里子を相手にあと2本のうち1本取ればいいというのはね、状況は作りたくないところでありますが、おおもうカウントの応酬だ、カウント2の応酬であります。ゆっくりと髪の毛を掴んで引き上げた前川久美子が捕まっている、前川久美子が捕まっている。さあそして井上貴子を蹴り飛ばしておいて、おっとそのまま抱え上げました渡辺智子、そして強烈ミサイル、そしてボール、カウントはパスであります。おおこれはあーかかと落とし、かかと落とし、チャンピオンベルトを使ったかかと落とし、いきなり1本目、このかかとで先週 3WA 世界タッグ選手権試合1本目、チャンピオンペアがまずは1本先取です。
60分の3本勝負 3WA 世界タッグ選手権試合、さあカウントが入るぞ、カウント2つ、いきなり一気に決めようというチャンピオンチーム、コーンさん、いやー参りましたね、この蹴りには三角にプランチャーも来ません、かかとをかわした、さあそしてそのまま担ぎ上げて、そのまま落とした、ようやく吉田麻里子、いや一撃になったんですが相当なダメージがあります、かかと落としから先ほど顎のあたりを打ち抜かれた、あのキックは効いています、もろとしている、もろとしている、今ようやくタッチ、井上かかとがさあたまりにたまった、あ放送席のブラザー・トンさんがようやく息上がってまいりました、カウントが入る、カウントは2つ、もうトンさんこの時を待ってましたね、今もうね、リングに上がった時ね、井上ちゃんがちょっとこっちをね、挨拶してくれたのがね、なるほど、もう嬉しくて嬉しくさあそして超つかった、そのまま行く、カウントはタップ、なだれ式のチョークであります、さあそしておこれは何をしようというんでしょうか、そこにそこにやってきた、いやもう力で投げ倒していったところ、強烈なキック、強烈なキック、危ない、いやみかんの対決もあるし、こちらはムックですか、じゃあ次飛ぶのがガチャピンということになりますが、おこれはかわした、おカウントが入る、カウント2つ、目まぐるしい展開です、さあどっちがガチャピンかムックか抜きに出しまして、高橋理香さん、ここまでの展開どうですか、ご覧になって、いやもうね、今までと違って速いですね、スピーディーですよね、すごいスピーディー、目を凝らして見てないと、そしてねパワーもあるんですよこの人たちは、あそしてキック、あ顔面クラッシャー、さあさあ強烈パワーボムダブル、スープラトンのスープラトンのパワー攻撃ですが、カウントは2つです、いやーこれは前川、これは効いている、前川効いている、さあ飛んだぞ井上拓真、飛ぶ、あーかわした、間一発かわしたキック、これは見切られた、おー返し方でもう一発、カウントは2つ、チャレンジャーチームはもう後がありません、1本目を取られています、井上貴子、吉田麻里子、あーとタッチに行きますが、その赤コーナーサイドには誰もいません、渡辺智子は今リング下に蹴り落とされた、かかとアンディ・フルバリのかかと落としが炸裂しています、さあゆっくりゆっくりと渡辺智子来るか、ありがとう、ありがとう、脇当たれ、脇当たれ、ありがとう、脇当たれ、脇当たれ、脇当たれ、危ない、ビッグアップ技です、一気に脇当たれ固めていきました、さあそしてロープに振ったがラリアット、カウントアウトアス、今日のゲストは井上貴子ファンのブラザーコウさん、そして、初めてこの女子プロレスを間近で見るという高橋理香さんをゲストにお迎えしておりますが、ちょっとコウさん、貴子の状態が心配ですね、これあーとキャノンボールだ、これはスクリュードライバー決まるぞ、カウント出す、ここで美穂さんもう使ってきましたね、渡辺智子一気に決めようというところでしたね、今さあそしてダブルアームスープレックスの体勢、あーっとそれはしかし、おあーっと渡辺智子一気に形勢逆転になったか、井上貴子がロープ最上段に登っている、コーナーサイドから飛んだ、コーナーサイドからディスティニーハンマー決まったかどうか、カウントは2つ、
さあここで、あ、前川久美子が蹴りを伝えた。そしてさあ捕まるか、ダブルのまたこのまま、さあこれは決まるか、渡辺智子立てるか、左の肩が上がりました、渡辺智子。そして井上貴子が再び青コーナーサイド、最上段に上る。再びディスティニーハンマーか、さあ飛んだディスティニーハンマー。そして次はニュートラルコーナーに上ります井上貴子。もう一回運命の鉄槌、ディスティニーハンマー、これはジャストミート、これは入った、完全に入った、カウントミス。2本目を取り返しましたチャレンジャーチーム、井上貴子、吉田麻里子ペア。勝負はこれから3本目にもつれ込みます。いやー、コーンさん、最後の一撃は決まりましたね。ボロ入ってましたね。ようやく右足がかかったところですが、また顔面へ。あ、そして足、再び STF フェースロックに入っています。ステップオーバー東方ゴリーズフェースロック、さあどうだ、締め上げます、締め上げる、締め上げる。ああ、もう技をかけながらも渡辺智子と井上貴子の強烈な絶戦。あ、そこに吉田麻里子も割って入ってきた。さあこれはギブアップ技です。さあどうでしょうか、腕も取られました前川久美子。ああ、その腕をもう一度見て、ようやく掴んだ。さあそして、あ、今度は顔面を使い、顔面をまたマットに打ちつけました。この試合は60分の3本勝負、 3WA 世界タッグ選手権試合、その3本目に入っています。あー、ロープを使って今度は、あーっと膝を打ち下ろしていきました。チャレンジャーチームが一気に流れをつかもうというところ。さあどうする、吉田麻里子。いやー、さっきのお返しだ。あ、顔面に強烈なキック、強烈なキック、3連発。そしてそのままケベルクラッチに入っています。吉田麻里子がロープに飛ばす。そして、うわ、膝が待っていました。完全に宮本さん、ここはチャレンジャーペースになってきましたが、マイク危ないですよね。マイク危ないですね、あれだけ技を浴びてるとね、これも反撃出ましたね。出ました、ようやく反撃に出られた。さあバックブリーカー、カナディアンバックブリーカーに入った。おお、そして、あ、この辺がやっぱり前川が宮本さん大きく成長した部分ではありますね。そうですね、以前だとあのままね、へばってしまうんですけどね、あそこで1回ちゃんと流れを作ってタッチしていきましたもんね。跳ね越し、跳ね越し、強烈な跳ね越し。お、しかし、お、足でフックさせた、フックさせた。お、そのままこれは何か足でスリーパーという感じになってますが、ちょうど V 字になってますね。三角締めでもないんですけど、一応首、あの足でフックしてそうですね、あれで腕を取ってという形になりますかね、三角締めの形になりますが、井上貴子が1本取ったら終わりだという声をかけましたが、渡辺智子が黙ってろと今一括しました。セミファイナル、そこに登場してまいりました渡辺智子と前川久美子。あーっと飛んだ、渡辺智子はこの身の軽さがあります。この体でもこの身の軽さがある。水平打ち、ラリアトーン、あー、ラリアトーン、パワーが違います。渡辺智子、さあ前川、
首投げから、この野郎、あー下から、この野郎、うわー強烈、一丁だよ、おらあいや、これ宮本さん以前からありましたか、この形は初めてですよね。下から本当に不意打ちのキックが浮き上がってくるんですからね。今びっくりしましたね。さあロープにフルー、さあしかしおー、この辺りが吉田麻里子真骨頂であります。さあそしてブラザーコーンさんお待ちかね、井上貴子が再登場。さあおっとオールアスペシャルに行こうというところ、キックがかわされた。そしてバックドロップ、そのままホールドカウント2つ。さあさらに、おこれは今後ろでフックさせて固めておいてのスープレックスですが、カウント2つ。今のは宮本さん片腕を、そうですね、左腕を固めて、それでそのままフロントスープレックスになりましたね。変わった形のフックでした。あっとさあ今度は逆に高子ピンチ、チャンピオンチームが再び流れを作る。さあセカンドロープからトップロープ、ニュートラルコーナー最上段、前川久美子、あっとカーフルバンディング、カーフブランディング炸裂、カウントは2つ。コーンさんもやや放送席で感触がなくなってまいりましたが、ちょっと朦朧としている井上貴子、すごいことになってますね。あーかかと、またかかと、もう一丁もう一丁、渡辺智子が行っている、かかと、自爆、痛恨の自爆、チャンピオンチーム痛恨の自爆。かかと落としが炸裂したのは渡辺智子の猛点、さあいった、運命の鉄槌、ディスティニーナンバーはどうだ、ちゃんと2つ。いや高橋伊賀さんもほーっと今息を吐いて、脳みそ痒くなってきましたよ、脳みそ痒い、もう大変な状況に放送席も陥っておりますが、さあリング上はクライマックスか、さあ出るか、出たしかし、ここはコーンさん大チャンスですよね。もう今ので決めてほしい、今のでね、渡辺智子から、さあ、スリーカウント取れるか、ピンポールに持ち込むか、チャンピオンチーム危うし、さあ、これは雪崩式、さあ、そのままホールに入る吉田麻里子、カウント2つ、もうカウントは 2.5、 この当たりがチャンピオンの意地か、初めての防衛戦は非常に苦しい渡辺智子、前川久美子、あーバックドロップ急降下爆撃、投げっぱなしだ、完璧に決まりました。さあ井上貴子は今も立ち上がれない、さあこれで終わりだ、フィニッシュだ、ヒップドロップ決まった、カウントはあー間に合った、高子間に合いました、高子間に合った、しかし、しかし鍋は出すか、出たスクリュードライバー健康に一撃、あ右肩が上がった、まだ吉田麻里子は死んでいない、井上高子は捕まっている、前川久美子に捕まっている、さあもう一回か、もう一回か、もう一回か、もう一回だ、まだ決まらない、一体どうなったら決まるんだ、2度までも最後の決め技をカットされました渡辺智子、さあどうする、あーとダブルアームというところですが、今膝が飛んできた、さあそしてラーバンヒストラルか、ラーバンヒストラル、そのまま決まるか、どうだ、カウントは行く、もう一回行く、もう一回ラバーキック、このまま行く、このまま行く、カウントは、あーカウント2つ、
トを打ちつけて朦朧としている吉田麻里子。あーっと逆にしかし持っていった、そのまま落とした、どうだ、カウント、まだ決まりません、まだ決まらない、一体どちら新チャンピオン誕生か、初防衛なるか、放送席でブラザーコンさんが叫んでいます。さあ抱え上げて、あーっと盤石に取られた、いやもう大変な試合になりました。もう一回ダブルアームスープですか、ダブルアーム、ダブルアームを、そしてそのまま抱えた、ダブルアームでそのまま抱えて落とした、これで決まりだ、フィニッシュ。最後は渡辺智子、ダブルアームの体勢からそのまま鮮やかに打ち込みました。3WA 世界卓球選手権試合、見事初防衛を飾りました渡辺智子、前川久美子ペア、あと一歩、チャンピオンベルトまであと一歩まで行きました。井上貴子、吉田麻里子ペア、わずかにベルトに手が届かず。いやー、コンさん、すごい試合でしたね。もうどっちもどっちでしたからね、どっち決まってもおかしくないっていう感じで、はい、もう